今日はというよりは、今月はですね、今月は小松明夫さんのコーナー、ハワイにやってまいりました。ちょうど日本でいうと12月8日、現地では12月7日でありますけれども、真珠湾攻撃のパールハーバーへ献花をいたしました。亡くなった方々に弔意を示したわけであります。それからオアフ島の方からですね、こちらハワイ島の方に飛びまして、ここはハワイ島のコナの海岸でございます。でこの海岸で、今小松さんと対談してるんですが、つい先ほどもの素晴らしい施設を見てまいりました。で、今度の旅ですね、アリゾナがこう沈んでいるところに行きまして、そこで小松さんは献花をされた。率直なお気持ちはどうでした？有志の方33名の方と一緒にですね、お邪魔できましてね、はい、今まで、韓国中国ずっと戦争と平和記念館献花して回りましてね、10年の歳月が流れまして、今日こうしてですね、真珠湾のアリゾナ記念館ですね、献花できたと。そしてこれはアメリカということだけではなくてですね、カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、連合軍ですね、そこに献花したということにもつながる、もう感無量なものでございます。私もね、ちょうどアリゾナのあそこの記念館にこう周りが海でね、でそこでちょうど真珠湾攻撃の飛行機に乗っていた方と、はい、それから向こうで生き残った方が2人握手をされているシーンを見まして、ね、はいはい、60年経って、64年か、はい、あれからだと64年経ってね、はい、こんな風に仲良くできるんだったら、なぜあんな戦争をしなきゃいけなかったかと思いましたね、はい、そうですね。と同時に、戦争したという事実があるわけでございますね。その、事実に対してですね、なぜそういうことになったのか、はい、原因ですね、そして原因に生まれる背景、そして原因からそういう結果になったプロセス、そして今日までのことをですね、一回よく振り返ってですね、いろいろ考えて考察、そしていろいろ議論してみる、このことがですね、21世紀以降のね、日本そしてアメリカはじめ世界のですね、平和ということが今一番大きな問題になっていますから、そうですね、そういうことが重要なんじゃないでしょうか。そういう意味から言うと、こう日本人っていうのは今までのその歴史をもう一度ちゃんと分析して検証してね、はい、考えて、そういう上に立って次を考えるってなかなか得意じゃないところがあるじゃないですか、ね、そうですね。でもいろいろ日本を古来のことをいろいろ研究していますですね、はい、そういうことはやっぱりたくさん行われてるんですね。私が出身地ある出雲もですね、大和朝廷と、そして、出雲大社ですね、これが生まれる背景ですね、国譲りというのはですね、きちっとそういうその戦いをあと収拾をするのにですね、新しい平和を生み出すためのね、共同プロジェクトをやってると。そしてそのことは江戸の三大将軍家光の頃にですね、日光東照宮の土へ、またその後明治天皇が亡くなった後の大正年間のですね、明治神宮の森の造営、いろんなところで対立の時代から共生の時代の幕を開けるためのプロジェクトが行われてですね、このことは今日にも世界の規模の中でインターネットブロードバンドの時代に、私はそういう知恵を生かす、そしてそれが世界に大きな役割を果たすことができる、そんな気がしますね。だからそういう歴史の一部を持っていながら、やっぱりああいう戦争を起こしちゃったとかね、戦後相変わらずアジアの人々と必ずしもうまくいかない、はい、だからそういうものを本当に自分の身につけてきたかどうかっていうことをもう一度ですね、はい、やっぱり考える、いろいろ来年2006年ですけれど、はい、考えなきゃいけないなと思うんですね。で今回このね、ハワイ島の方に飛んできました。で先ほどものをですね、すごい施設を見てまいりました。そうですね、壮大ですね。壮大ですよね。現地見ますとね、もう不毛の大地なんですね。
この火山が爆発があってですね、溶岩が流れて不毛の大地ができたと、そしてこの大きな災いをですね、逆にですね、世界の深層水のメッカにですね、ここを持っていっていると、そしてそれが人間にとって最も健康に、まあ、の鍵になるですね、はい、生命の起源である藻というものを使っている、これもまた逆転の発想ですね。向こうの社長さんからね、このサブリメントをこの藻から作ったというのをいただいてまいりました、はいはい、これはもうすごく体にですね、はい、健康にいいよっていうようなことを、ぜひ試してみてくれってこれをおっしゃるわけですね、特に日本の場合はですね、高齢化の時代に入ってきましたから、はい、逆にこういうその視点というのはものすごく重要になってくるんでしょうかね。そうですね、やっぱりあの 藻というのはやっぱりこう自然の生態系に戻す作用というのがあるわけですよね、はい、そうすると、まあ、小松さんが今度三十何人の方々と一緒に来られたというのも、はい、あの宍道湖や中海が非常に汚くなってる、はい、それをなんとか元の生態系に戻したい、はい、これでこういろいろ学習をしようと、はい、いうことでおいでになる、ハワイの場合はですね、はい、深層水の栄養分を使ってるんですね。深層水ってのは深いところにある水、そうですね、海水、600メーターぐらいのところから窒素リンですね、そして、はい、あまりそういうなんて言いますか、悪い大腸菌とかそういう菌がいない水ですね、うん、そしてそれで医薬品を作ると、はい、そういうまあ藻を作るわけですね、まあ私が発想した中海宍道湖の場合はですね、逆に宍道湖の場合非常に水深が浅いんですよ、うん、下にもうたくさんのヘドロが今溜まってます、これは窒素リン、そして有機物が溜まってるわけですね、それがあの風によってですね、もう水中にどんどん、まあ、浮揚化したものがあって、今魚介類が死滅すると、はい、いうことが起きてますね。この水にですね、私が日頃いろいろと携わっております下水処理ですね、この処理水で有益機能水を作ることに成功しましたのでね、これと組み合わせることによってですね、下水の水、そして中海の宍道湖のヘドロですね、これを組み合わせてですね、藻を作りですね、炭酸ガスの固定、ですね、CO2 削減、それともう一つは海苔ですね、の生産、そして有機肥料、そしてその処理水が中海宍道湖に流れますとね、そこには魚介類が蘇生してくると、発生してくると、こういう流れを作り、はい、そういうですね、中海といえば赤貝では日本一の生産地だったんですね、かつて、今絶滅をしちゃった、全国の7割だったですね、そうですよね、宍道湖のシジミだってかつて大変な量だったのが今ずいぶん少なくなりましたね。そうですね、ちょっと大きさもね、小さくなりましたね。だからそういう意味から言うと生態系にもう一度戻すってことがいかに大事かということだし、はい、特に小松さんが水のお仕事をされていて、はい、その水をそういうふうに本当に生態系に戻った水を使うことによって、またいろいろ生き物がですね、はい、こう生き生きとしてくると、はい、ということをこう目標にされてる、それで今度、まあ、ハワイに来られて、はい、これよかったでしょう。もうやっぱり三十数名のね、いろんな専門分野の方に今回参加してもらいましたのでね、これをもとに3人よりは文字の知恵と30人よったわけですからね、私は必ず素晴らしいですね、実現可能なアイデアがたくさん出てくるんじゃないかと期待しておりますね。これはまたあれですね、2月の末あたりに特別番組として、はい、一つ小松さんの狙っているドキュメントをですね、皆さんにまたご紹介したいと思いますので、お楽しみに。先ほどの小松さんとの対談にもありましたように、私あの64年目のパールハーバー真珠湾の式典に参加いたしまして、非常に印象的なシーンに出会いました。それは、あの真珠湾攻撃で生き残ったアメリカの兵士、それからそれを攻撃した日本側の兵士がこの式典に一緒に参加していたことです。で、2人はまあ、ほぼざっと考えて90歳近いんではないかなと
いう高齢だったわけですが、2人ともですね、お互いにかつては、殺しあるいは殺されるというようなすざまじい戦いをした、間柄でありながら笑顔で握手をしていろいろと話しておりました。でそれを見た時に私はやっぱり戦争って一体何だろうなということをしみじみと感じた次第です。でこの式典では向こうのアメリカの高官が挨拶をしまして、アメリカ本土は 9.11 とパールハーバーの2つの攻撃を二度と永遠に忘れることはできないんだ、こんな挨拶をしておりました。それだけ、まあ、非常に日本人に対する憎しみというものをですね、繰り返し繰り返し行っているんだろう、なという感じはしたんですが、まあ、しかしあの真珠湾攻撃にしてもですね、当時のルーズベルト大統領がすでにその攻撃を知っていてあえてやらせた、アメリカの世論を喚起させるためにやらせたという説も今では出るようになっております。国益の争いというのはいろいろな、そこには謀略とかいろんなものがあっただろうと思うんです。しかしその中で、まあ、結局戦ってしまえばですね、そこに犠牲者が出るということになるわけでありまして、戦争というのは絶対に起こしちゃいけないんだなということをですね、この64年目の真珠湾の式典を私は参加して、つくづくと感じた次第です。で今、まあ、日本はアジアの中でも特に中国や韓国と非常にギクシャクした関係で、人によってはですね、もう少し軍備を増強しても、いざとなったら戦うぐらいの気概を持たなきゃいけないなんて元気のいいようなことをおっしゃる方もいますけれども、しかし、お互いにあの国と国同士、民族と民族同士っていうのはですね、最後の最後まで話し合いを忘れない、お互いに対話をしていくという、そういうユニバーサルデザインの精神というものをですね、絶対に忘れていけないんだなということを、この手を握り合った2人の昔の兵士の姿を見てですね、私はしみじみ思った次第です。